ジョー・クリーリーは、アメリカ合衆国、ミズーリ州、ジェファーソンシティ出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。ホワイトソックス時代1996年6月4日、ドラフト5巡目で、シカゴ・ホワイトソックスから指名され、6月5日に契約した。契約後、マイナーリーグのルーキー級、GCL ホワイトソックスに配属され、56試合に出場。打率、 299.4本塁打、32打点、1盗塁、オプス0.765という成績を残した。また、守備面では53試合でサードを守り、25失策、守備率、857という成績だった。1997年は、A 級のヒッコリークローダッツに昇格して113試合に、出場し、打率、271.5本塁打、 62打点、3盗塁、オプス0.689という成績を残した。守備では112試合でサードを守り、33失策、守備率、905という成績を残し、守備率が前年より改善された。1998年は A 級のウィンストン・セーラム・アートックスでプレー。137試合に出場し、打撃面では打率。 315.20本塁打、88打点、9盗塁、オプス0.902という成績を残した。同年のカロライナリーグでは、打率がリーグ2位、本塁打が同3位対、打点が同1位だった。守備面では、132試合のサード守備で30、失策、守備率、929という成績で、2年連続で守備率が向上した。 1999年は A 級のバーミングハムバロンズで74試合に出場し、打率251.4本塁が42打点2盗塁、オプス0.650という成績を残した。守備面ではサード72試合で20失策、守備率910という成績だった。2000年もバーミングハムに所属し、 138試合の出場で打率306.21本類が94打点3盗塁オプス0.874という成績を残した。また、守備面では135試合でサードを守り19失策、守備率942だった。同年までの時点で失策は自己最小であり、守備率は自己最高だった。そして、 同年9月12日のデトロイトタイガース戦でメジャーデビューを果たした。最終的には7試合の出場し、打率357.3打点、オプス0.762という成績を残した。また、6試合でサードの守りにもついた。2001年はメジャーで17試合に出場して、打率220.7打点、 1>, 1投類オプス0.553という打撃成績を残した。守備面では、サード15試合で無失策だった。なお、この年マイナーでは、トリプル A 級のシャーロットナイツで124試合に出場し、打率、276.17本塁が、65打点、2投類オプス0.813という打撃成績と、2失策守備率。 946という守備成績を残した。2002年は8月11日のシアトルマリナーズ戦でメジャー初本塁打を放った。そして9月第一週にはプレイヤーオブザウィークを受賞した。同年は53試合の出場で打率285.12本塁打35打点オプス0.826という成績を残した。また、 守備面では53試合でサードを守り、8失策、守備率、938だった。なお、マイナーでは、シャーロットで95試合に出場し、打率、312.24本塁が、65打点、オプス0.930という成績だった。2003年には、サードのレギュラーに固定され、151試合に出場した。打撃面では、 フリースインガーであるという特徴を知られ、それに対応して攻められたが、打率、261.19本塁が、75打点、1盗塁、オプス0.741という成績を残した。また、守備面では151試合でサードを守り、14、失策、守備率、964DRS プラス12という成績を記録したが、 時折平凡な頃をエラーする傾向も見られた。2004年は144試合に出場して打率、239.21本塁打、69打点、1盗塁、オプス0.717という成績を残した。ただ、ホームランを狙って引っ張る傾向が見られ、それが打率が上がらない原因となった。また、守備面ではサード144試合で12失策。 守備率、965DRS-8 という内容で DRS がプラスからマイナスに悪化した。2005年は132試合の出場で打率25、252.22本塁が62打点1盗塁、オプス0.756という成績を記録。また、前年に見られた何でも引っ張る傾向が改善し、逆方向へも打球を飛ばせるようになった。 また、守備面では130試合のサード守備で10失策、守備率97、971DRS プラス2を記録し、DRS がプラスに転じた。ポストシーズンでは、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムとのアルックスで、5試合で、打率、368.2本塁が、7打点、オプス1.139と大活躍。続く、ヒューストン・アストロズとのワールドシリーズでも、 4試合で打率294.2本塁打3打点オプス1.074を記録してチームの世界一に貢献した2006年は150試合に出場し打率283.30本塁打94打点オプス0.828という打撃成績を記録して3塁手としてシルバースラッガー賞に選出されたちなみに この年の本類だと打点は、クリーディのキャリアでは、メジャー自己最多の数字である。守備面では、149試合の三類守備で10、失策、守備率、978DRS プラス23という成績を残した。オフには、ホワイトソックスが、ニューヨークヤンキースからアレックス・ロドリゲスの獲得を検討し、その交換要因として、 マーク・バーリーと共にクリーディが含まれたが、ヤンキースが他の選手を要求したため、実現しなかった。2007年は6月に DL 入りして、追患板ヘルニアの手術を受け、長期離脱した。そのため、47試合の出場で打率、216.4本塁打、22打点、オプス0.576という打撃成績に終わった。守備面では、 四十六試合の三塁守備で四失策、守備率、九百七十一 d r s プラス九だった。二千八年は、オールスターのメンバーにも選ばれた。同年は九十七試合に出場し、打率、二百四十八点一七本塁打五十五打点、オプス点七七三という成績を残した。また、守備面では九十七試合の三塁守備で二十失策、守備率、 930DRS プラス12という成績を残した。10月30日に FA となった。2009年2月21日、ミネソタツインズと250万ドルでき高700万ドルで1年契約を結んだ。同年は背中の痛みにより8月22日から DL 入りし、最終的にはキャリアで3度目の手術を受けることになった。 ツインズでは最終的には90試合に出場し、打率225.15本塁打48打点、オプス0.703という成績を残した。守備面では84試合でサードの守備につき4失策、守備率 983DRS プラス14という成績を残した。十一月五日に FA となり、結果的に言えばこの年が クリーディにとってのメジャーでのラストイヤーとなった。2010年はメジャー及びマイナーでの試合出場はなく、背中の治療を継続した。2011年1月20日になってコロラドロッキーズと契約を結んだ。しかし2月17日に FA となり現役引退した。打撃面では早打ちの傾向が強い選手。そのため至急、三振ともにそれほど多くない。 足の速さは平均以下。守備面では以前は村のある雑な守備という印象が強かったが、最近はレベルが上がってきており、守備範囲の広さはメジャー全体でも上位につけていた。守備が優れている上、下位打線のバッターとしてはもったいないくらいの打力を備えた選手であり、事実シルバースラッガー賞にも選ばれている。しかし故障が多く、 持病として、腰痛を持っている。晩年は背中を痛めたことが、一気に引退を早める要因の一つとなってしまった。ありがとうございます。